ばんは。今日はですね、ちょっと久しぶりにナイトルーティーンを撮っていこうかなと思うんですけども、明後日から、名古屋のケープキャストが2日間開催されるんですけども、私今回ね、島野さんとモニター契約をさせていただくことになりました。ありがとうございます。これもね、皆さんが今まで応援してきて、くれたおかげだと思ってます。ありがとうございます。で、2日間ね、島野ブースで立たせていただくということなので、本当はね、明日8日かキープキャスター90で8日に会場に入る、東京から名古屋に向かう予定だったんですけど、なんか雪がね結構降るみたいな予報で、まあ公共交通機関がストップしたら会場行けなくなっちゃうんで、それちょっと怖いなと思って、その前日、だから今7日の夜のもう12時前ですね、夜の12時ぐらいです、なので、まあ今からちょっとゆっくりお風呂入って、ちょっと仕事をして、明日会場向かおうかなと思っております。じゃあちょっといろいろ荷物の片付けとかもして、バタバタしてちょっと出てきたんで、荷物もぐっちゃぐちゃに入れちゃったので、ちょっとその辺整理したりとか、ちょっととりあえずお風呂入ってきます。はい、お風呂を上がりました。ちょっと今からスキンケアしていくんですが、ちょっとね、多分これルーキング TV 見てる人 98% が男性の方なんですよ。でね、私はそんな、まあほとんどの人がね釣りをしてる方だと思うんですけど、まあね、限らずもう年齢とか性別とかも関係なく、やはりねおすすめしたいものがちょっとあって、スキンケアでね、これも私も最近使い始めたんですけど、これです。パック、このクオリティファーストっていうところ、これ何種類かね、5種類ぐらい種類があるんですけど、まあ、ちょっと私は日焼けしてるんで、まあ、ホワイトニングっていう、まあ、ビタミン系ですね、これは。はい、日に焼けるんで、やっぱビタミン C 取っていかないと、どんどんこう顔のね、くすみとかシミとか、こうたるみとか、張りがなくなってくるんですよ、本当に。で、そこでなんかね、私もいろんな美容系 YouTube を見るの好きなんで、見てたら、まあ、これはね、みんなおすすめしてました。で、私はこれをね、1週間、7枚入りで1週間使い続けたんですよ。そしたらね、めちゃくちゃ良くて、本当に液がね、たっぷり入ってるんですよ。だからちょっと今日もこれをしていきます。すっげえ、すっごいひたひたに入ってるんですよね、これね。パックってさ、でもさ、なんかめんどくさいイメージあるじゃないですか。でもめちゃくちゃ気持ちわかりますよ。でもちょっと頑張って3日ぐらい使ったら本当にいいから。よいしょ。知らないね、こんなのを全国ネットにあげるものじゃないかもしれないですけど、これ、ね、ちょっと怖いね、近づくと怖いね、犬神家みたいになっちゃう。はい、すっごいテッカテカだね。これね3分でいいんです。大体のパックってさ、10分から15分ぐらい置かないといけないイメージなんですけど、っていうものが多いんですけど、これはね3分でいいんですよ。この辺のシワとかもね、ちゃんと
空気が入らないように。でうちもどうしてもサイズが合わないから余っちゃうけど、はい、これはね本当にねびっくりするぐらいね、この肌がねなんか元気になった気がするんですよ。やっぱね、男性の人ってね、女性の人はね気にしてる人がほとんどだと思うんですけど、男性ってねやっぱね気にしてない人多いと思うんですよ。シャンプーのまま洗顔行ってないですか？洗顔してないとか、日焼け止め塗ってないとか、化粧水塗ってないとかやってませんか皆さん？ダメですよ、ちゃんとやんないと。どんどんこう老化していって見た目も老けていっちゃいますからね。あとこれもおすすめです、このメディヒールっていうこのパックもすごく評判が良くてすごくおすすめ。これもね3分でいい、まあ、薬局行くとね、松清とか行くと、まあ、結構の確率で置いてあるんで、これもこれも。で裏見るとこうなんかね書いてある、くすみとかツヤとか爪とか、だからまあそこはまあ自分が好きなやつを選んでもらったらいいと思うんですけど、まあ、このね2ブランドが私のおすすめです。気にしてない男性ぜひ使ってみてください。まだねまだ冬だからそんなに紫外線強くないけど、これ夏になってくるとさ本当に私もブラジル行ってあれしたけど、経験したけどね、もう紫外線浴びる量が違うから、普通の人とやっぱね、ほとんど外にいるからさ、しかも海とか川とかほとんど日焼け止め塗っても塗っても焼けていくみたいな状況だったんで、ほんとブラジルの時とか肌終わってたもんね。だから本当にこういうスキンケアはね気にしとかないと大事ですよ皆さん。ぜひ使ってみて、そんな高いもんじゃないから。ぜひ使ってみてください。3分ぐらい。じゃああと私はねちょっとよく書いて5分ぐらい置きますけど、ちょっと待ちまーす。生き返った。ああ、パックすると肌が生き返るんだよね。ついでにこの辺もマッサージしとこう。この辺むくむんでね。そんな高くないです。黒人エイジングケア、エイジングケア、もうそんな年ですかっていう。でもねこれも本当にいいです。めっちゃセットで使ってるんだけど、こんぐらいとって、ゴシゴシしたらダメですからね。これで大体は OK です。あとちょっと髪を乾かします。電
店とかね行くと結構ホテルのドライヤーって当たり外れがあるんですけど、ここはどうでしょうか。あ、良さそう。当たりっぽそう。PC 作業やります。 PC 作業、サムネをいきます。ちょっと今回はこの写真でいこうかなと思います。いや、このおかっぱりでちょうど魚がかかった時のシーンですね。まあ、これをちょちょっと色味とかを整えて、こういう作業が続くとね、本当に肩が凝るんですよね。本当に肩こりが治らなくて、ずっと腹筋シーンですね。これをまあちょっとこの後もしかしたら修正入るかもしれないですけど、まあ、とりあえずはこんな感じで、早く寝たいんだね。早く寝たいよ。
作業終わり。これでちょっと終わりにします。はい、じゃあ。準備をしていきましょうか。はい、寝ますね。今が1時半になってしまいました。明日は10時チェックアウトで、もうちょ朝ごはん食べたらそのままもう会場に行こうと思ってるんで、さっさと寝ようと思います。いろんな人に、たくさんの人に会えますように楽しみでございます。はい、ということでね、何の変哲もない、あーもうなんかやだ漏れてないですねなんかやだ漏れてないけど、まあいいや。ということで、何の変哲もない、モーニングルーティーンじゃなかったナイトルーティーンでした。ありがとうございました。では私は、夢の世界へ行ってきます。おやすみ、おいじゃのー。